はい、再び水上駅までやってまいりましたので観光していきましょう。駅のホームから降りるとこういうスペースになりますね。なんか立派な絵が飾ってある。から出るとこんな感じ、周りはこういう風になってますね。とりあえず向こうに行った方に水上温泉はあるので、ちょっと歩いて行ってみましょうか。水上温泉郷ですね。こちらに地図っぽいものがありますね。左上に水上駅エリアがあって、で向こうに行くとまたいろいろあるみたいですね。温泉やカラオケとかもありますね。結構温泉地に求めているものがたくさんあるんじゃないでしょうか。回ってみましょう。でもまずは左上にある SL の広場に行ってみましょうか。でこちらの方に SL 広場があるのかな。なんか立派な貨物のやつかな。普通に走ってそうですけどね。これなんか SL が見当たんないな。なんか場所間違えてるのかな。と思ったらなんか向こうに滝がありますね。滝というか排水してますね。と思ったらさらに奥の方にありましたね。 SL がありますね。あそこに方向転換する場とかいろいろあって無料で見れるみたいですね。こちらは回転台ですかね。私初めて見ましたね。列車の向きを回転させるための装置ですね。実際動いているところは運が良くないと見れないんでしょう。ちょっと朝早めなんでね、なかなかこのタイミングでは動かないみたいですね。まあまた水上駅にはいるので、その時に動いていれば映像を撮ってもいいでしょう。こちらに蒸気機関車の説明がございますね。じっくり見たい方はここで一時停止。ここのなんか広場、軽く広場っぽい感じなんですけど、眺めがすごいいいですよね。川も向こうで流れていていい感じです。じゃああの辺って、まあ、松の井はやってるんですけど、この2つってもしかして廃墟なのかな。なんか結構ボロそうなんで、廃墟。一応こちらに徒歩用の遊歩道があるんですけど、ちょっと不安定っぽいんで危ないんでちょっとやめときます。撮影機材もあるんでね。
さあこの辺が水上温泉郷ですかね。結構おしゃれそうなホテルがいくつかありますね。まあ、まだ午前っていうのもあってなかなかシャッターが多いところでございます。今やってんのかなこれ。ここでガールズバーが開くんですね。12月1日、まだ11月なんで開かないですね。なんだか味のある公園が中麗島公園。いいですね。ここも日帰り温泉あるんですかね。宿って書いてありますけどね。こちらにお地蔵さんがありますね。なんだかサウナの施設かもしれないですね。猫ちゃん登場。はい、こちらはホテルの松の井ですね。日帰り温泉やってるのかな。できたら、はい、ちょっと大浴場にだけでも入ってみようと思います。開くのが12時からあったんでね、せっかくなんで中に待ってみましょう。ロビーはこれ本当に広いですね。もうここでしばらくいましょう。朝早かったんでね、ちょっと疲れました。景色というかここにプールがありますね。まあ夏になったらプールの掃除をしてまた開くんでしょう、多分ね。はい、では受付を済ませましたので大浴場まで回りましょう。大浴場は向こう行っていいかな。なんか内風呂と大浴場がなんか別々になってるみたいで、まずはちょっと内風呂の方に行きましょうかね。まあ、当然中映せませんので画像での紹介となります。編集中の金パミです。入れる浴槽が何箇所かあるのですが、私が入ったのはこちら。広い浴槽にサウナに水風呂、言うことありません。しかも当日は私一人で独占状態でした。いい湯でした。いやー、松の良かったですね。やっぱりね、温泉はいいよ。というわけで、ね、これからランチに行こうかと思うんでね、楽しみにします。やっぱグルメっしょ。
はい、こちらカフェレストランアシマですね。こちら結構人気のお店のようで、入ってみましょう。アイスティー、うん、いい香り。はい、こちら自家製ソーセージのチーズカレー、焼きカレーですね。うまそう。いただきます。めっちゃうまそうよ。ソーセージが本当に美味しい。ごちそうさまでした。いやー、アシマさんの焼きカレー本当に美味しかったですね。やっぱね、カレー焼いたらね、うまくなるに決まってるんですよ。ということでね、そろそろホテルのチェックイン時刻が迫ってまいりますので、そろそろ駅に送迎が来るはずです。というわけでね、ちょっと駅まで戻りましょう。なんか素敵なお家がある。いいね。ここも気になってたんですけどね、今度また行ってみましょう。こんなところにラーメン屋が。なんか面白い外観してますね。お、歩いてたら先ほどの SL 広場が見えてきましたね。水上駅まであと少しです。で、今日はね、黒のアルファードで迎えに来てくださるということですので、水上駅まで待ちましょうかね。しかし今日アホほど晴れてますね。やっぱ私が旅行に出るといつも晴れてるんでね、天気が悪い日ほとんどないです、たまに雨降りますけどね、それもまた一興。ぽいけど、あの車かな。はい、はい、今回泊まるお宿はこちらの上越館さんですね。こちらネットで非常に評判が良くてですね、ランキングにも乗るくらいですので本当に楽しみにしています。ではよろしくお願いいたします。
はい、じゃあお茶をご用意させていただきます。お茶を用意していただいた、どうされます。ではちなみにですね、今回一期のダイヤモンド会員で特典がついているんですね。30分早く入れるアーリーチェックインと、確かなんかお菓子のサービスがあったみたいな風に書いてあったんですけど、まあ後からもらえるんかなって思いますね。はいはい、私は今回泊まるお部屋はこちらのおだまきという和室ですね。こちら入っていきましょう。こちらね、格子のようなドアを開けて、こちらね、間接照明がまあなんかおしゃれな外観で、に鍵をかけるスペースがあって、こちら開けるとこちらに素敵な飾り物がありますね。この光の差し具合いいんじゃないでしょうか。で靴を脱いで、でまず目に飛び込んでくるのは素敵なお部屋で、こちらにお布団、これふかふかでいいですね。でこちらこたつがあるんですね。すごいな、こたつがある宿って私初めてかもしれない。でこちらに大きいテレビがありまして、書物がちょいちょいありますね。でパスワードの Wi-Fi のパスワードがあって、これ DVD プレイヤーがあってDVD があるんですね。もう一人でガンガン過ごせます。でこちらには空気清浄機があり、こちら加湿もできるタイプなはずですので非常に助かりますね。そしてティッシュに間接照明で観葉植物で、これ掛け軸ですかね、だいぶ細い気がするんですけど、これもまた芸術なのでしょうか。なんかびっくりすぎて噛んでしまいました。でこちら謎のデュエルスペースとしていいのだろうか。いやいい、俺が許そう。これは謎のデュエルスペースだ、謎のデュエルスペース。というわけでね、こちら川を眺めながらデュエルすることができるわけですね。いやー素晴らしい。でそんな謎のデュエルスペースを左に行くとですね、これはなんだ、座布団と姿見がありますけど、これなんだ、一応電気はつくみたいです。おお、電気がつきました。書斎か何かかな。で玄関左の冷蔵庫なんですけども、これ中にある飲み物すべて無料で飲み放題だそうです。マジかよ。しかも冷酒までありますよ。ビールもアルコールがっつりあって、これ全部タダで飲んでいいんですか。やばいっすね。ここに洗面台に、こちらチャキーですかね、いい感じのチャキーで、でこちらにポットと、あとクッキーがありますね。これダイヤモンド会特典なのかな、わかんないですけど、まあどの部屋にもあるのかもわからないです。さっきのが洗面台だと思ったらこっちが洗面台でしたね。
こっちの方が洗面台ですね。ドライヤーに、なんか良さそうなドライヤーに、ちっこい鏡で、やはり姿見ですね。で、歯ブラシと櫛で、ちっこいタオルというわけですね。マウスウォッシュもあるんですね。で、肌のケア用のやつもありますね。これは助かりますね。肌に優しいです。で、トイレチェック、これは特に自動で開くわけでもないんですけども、非常に綺麗なウォッシュレットのトイレです。さあ、いかがでしょうか、今回のお部屋。まあ、お部屋というより今回は宿全体として楽しむのが良さそうですね。というわけで今回の値段なんですけども、49,115円と5万円近い値段となっているんですけども、これからのお風呂がすごいみたいで、もう本当に最高っていう噂があって、真相確かめに行きます。ではよろしくお願いいたします。ちなみに1泊2食付きですのでね、楽しんでいきますよ。ちなみにこちらプライベートカフェ梅の蜜というのがあるみたいで、こちら無料で、え？木曜日休みって書いてある。今日木曜日なんだよな、マジですか。まあ、やっていればね、ハーブティーとか緑茶とかお菓子とか無料で食べることができるみたいですね。あー、行きたかったな。でもどうなんだろう、今日祝日だからワンチャンやってるのかな。ちょっと後で確認してみます。はい、こちらですね、開けるとこちらハンガー掛けになっているんですね。で、さらに浴衣と、あと温泉に行く用のカゴですね。ここであると本当に助かるんですよ。気が利きますね。はい、この先にですね、露天風呂があるということで行ってみましょう。露天風呂結構がっつり外なんですよね。この看板の案内がありますね。露天風呂ホテル、行ってみましょう。こちら梅の蜜、一応木曜日なんですけど祝日なんですよね。ワンチャン入れるかな、後でちょっと確認してみましょう。なんか向こうに公園チックな感じのなんか座るところがありますね。で、こちらに露天風呂ホタルがあるわけですね。入っていきましょう。さあ入ると腰掛けるところがあって、傘もあるようですね。で、冷蔵庫が中にあり、中に、あ、飲み物いっぱいありますね。これで水分には困らないでしょう。しっかりと飲み物有料じゃなくて無料なんですね。日帰り客は有料だそうです。で、こちらにストーブがあって、脱衣所ありますね。こちらに時計もしっかりついています。で、間接照明、おしゃれですね。これちゃんとタオルがそれぞれ用意されてるんですね。素晴らしい。そして肌のケア用のそれぞれありますね。いや、これは助かります。でもなんだかんだ言って、やはりメインディッシュはこちらじゃないかと思います。これはすごいですね。しっかりといい景色が望めますね。めっちゃ外ですね。川が向こうに流れています。はい、こちらに温泉の分析表があるわけですね。こちらは薬師の湯と呼ばれている湯比寿温泉なのかな。こちらね、泉質としては単純温泉となります。非常に肌に優しくていいじゃないでしょうか。
ではこちらのお風呂しっかりと入っていきましょう。あやっぱいいっすね、最高の景色を眺めながらの露天風呂最高です。一緒入ってたよ。あそこには橋も見えますね。結構いろいろ見えますね。こちらには椅子もありますので休憩することができます。で早速ね、無料のお水をいただこうと思います。やはりね、水分補給は大事ということで。いや、やっぱ最高っすね。温泉でお酒を飲むのはかなり危ないんですけど、これはソフトドリンクですから問題ありません。最初私この銀色のやつなんだろうって最初思ったんですけど、なんか保温室っぽいですね。ちょっと寒いから断熱してるんでしょう。温度をこうやって調節してるんですね。いやお風呂めっちゃ良かったっすね。というわけでね、あそこのカフェというか休憩所というか、あそこ試しに入ってみましょうかね。入れるのかな、わかんない。なんか普通に入れましたね。いいのかな、よいしょ。着物を脱いでお上がりください。了解です。湯上がりにぴったりですね。冷蔵庫とか椅子がすごいいいですね。今ダジャレ言っちゃった。これはワンチャン寝れるやんソファーなんじゃないですかね。ウォーリーチャンネルさん直伝の寝れるやんソファーでございます。でこちらいろいろと冷蔵庫に書いてあって、それぞれの値段なんですね。中に有料のドリンクと無料のドリンクそれぞれありまして、まあ無料のドリンクはそのまま多分飲んじゃっていいと思うんですけど、有料のドリンクは紙に記載してメモして、でおそらくチェックアウト時に支払うんでしょう。なんとこちらにあるやつ全部無料なんですね。お菓子も無料ってなかなかサービスはすごすぎます。せっかくなんでね、こちらのコーヒーメーカーでコーヒーを入れて飲みましょうか。こちらも無料なんですね。焼き菓子は味噌風味のビスコッティを選択いたしました。うまっすね。これが無料で食べれるのはめちゃくちゃでかい。
うまい。普通にうまい。いやー、ゆっくりしてたらすっかり日が落ちてきましたね。まあちょっとだけ日があるような気がしますけど、もうだいぶ落ちています。でね、夕食の時間もございますので一旦お部屋に戻りましょうか。なんか今まで泊まったホテルとか旅館とはちょっとなんかこう雰囲気が違うと言いますか、言うなればなんて言えばいいんだろうな、金持ちの友達のなんか別荘に行ってなんか執事とかメイドとかいっぱいいてみたいな、そういう感じですね。なんか至れり尽くせりだなみたいな。でもなんか設備は結構なんか田舎チックというか、なんか灯油ストーブなのかな、そういうちょっと古いものもありまして、いやなんか楽しいですね。改めて1階部分をちょっと散策してみましょうか。チェックイン時に入ってたのはここですね。ここでチェックインを行うことができます。入るとここに帳場、あとはこちらに置物がございますね。そしていい感じの時計ですね。大きい時計だ。入り口にはヒーターもありますから寒い時でもご安心。これはそれぞれの観光用の案内ですかね。チラシがいっぱいあります。何か気になるやつを後で確認してみましょう。で奥に進んでいきますとトイレがあるみたいですね。トイレがあります。でこちら喫煙室ですね。私はタバコ吸わないのでこれは使えませんが、タバコを吸う方はこちらで吸うといいでしょう。でこちらは日帰り温泉というか普通に貸し切り温泉ですね。2つあるって言ってたような気がします。特に予約は必要ないみたいで、ここに入浴中ってやると他の人が入ってこれないようになります。でこちら空いてるみたいですね。まあさっきお風呂に入ってるのでしばらくはゆっくりしますか。まあもちろんね夕食後とかになるんですけども、あそこの2つのお湯にも入っていきたいと思いますよ。で上がってきて2階が私の部屋、小田巻でございますね。夕食の準備ができたとのことで行きます。お待たせいたしました。はい、どうも。おいいとこですね。はい、では自家製の梅酒のご用意でございます。はい、ではお品書きご用意させていただきました。はい、はい、ですね、今日は先付けの月見とろろは福耳唐辛子と芽ネギとブブアナメのご用意でございます。うん、黒い器の中がかぼちゃのムースでございます。ナッツのトッピングと、はい、右側の冷製のポタージュスープは、ピンクペッパーの彩りでございます。サンマのオイル蒸しが骨がありますのでお気をつけいただいて、皆は一度油で揚げておりますので、はい、白い部分はポップコーンのように召し上がっていただけます。あ、これですね。ではお好みのものと入れございます。はい、失礼します。はい、でこちら飲み物のメニューですね。いろいろありますね。メニューも豊富でいいんじゃないでしょうか。私としてやはりハイボールが飲みたいところであるかな。ビールと
あ、白格があるんだ。へえ、いいっすね。その他ワインのボトルが豊富ですね。すごい。まあワインそこまで詳しくないというか、やっぱり沼だからなワインは。まず食前酒ですかね。こちらの自家製のお飯いただきます。うん、あ、美味しいですね。香りが良くて甘さもほどほどで非常に美味しいです。こちら酒漬けの月見とろろいただきます。秋らしいですね。美味しい。こんなにふわふわのとろろ初めてかもしれない。今まで食べたとろろで一番うまい。でこちら稲穂ですね。なんかポン菓子みたいな感じじゃないですかね。うん、こうみたいでめっちゃうまい。じゃがいもの冷たいスープ。うん。粘度が結構高くて濃厚ですね。うん。めっちゃうまい。続けてかぼしゃのムースですね。こちらいただきましょう。プリンみたいな。うん、なんか結構プリンですね。でもなんかポタージュみたいな感じもしてすごく美味しいですね。うん、濃厚ですね。これは美味しい。こちら白角のハイボールですね。まさか白角がお店で飲めるとはなかなか珍しいものです。本当に飲みやすくて美味しいですね。最高です。でこちらサンマのオイル蒸しですね。骨があるから気をつけてくださいと言われました。なるほど、うん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 、やっぱり魚って美味しいですね。で若鶏の麹焼きですね。いただきます。食感が神。めちゃくちゃうまいぞ。ハイボールがマジでうまい。食事にめちゃくちゃ合うぞ。次は酒粉の塩漬け。要するにイクラでございます。うますぎるだろ。びっくりした。味付けからちょっと日本酒っぽい香りもしますね。でこちらほうれん草の白和えですね。うん、なんか香ばしい味付けがしますね。なんだろう、非常に美味しいです。でさつまいもですね。いただきます。ですはい、こちらハタハタの
塩焼きですね。かなり今貴重な存在らしいです。食べてみたいんですけど、どこから食べればいいかな。結構ガブリといっちゃっていいかな。身がすごいなんか柔らかくて美味しい、肝の部分は美味しいな、これ、めっちゃいい。カブとかの付け合わせと一緒に食べますね、かなり合います。食べづらいんですけど、その分結構身がふわふわで美味しいです。今日のお刺身は北県産のヒラメとヒラマサだそうです。食べてみましょう。弾力はすげえ、うまっ。これはうまいわ。一つの方の刺身もいただきますね。うまい。今度は結構柔らかいですね。いや、刺身はうまいな。こちら弾力あるもんね。なんか部分によっては結構食感が違かったりしますね。岩もね、食べていきましょう。美味しそう。刺身岩って感じかな。うまいね。やっぱりネバーうまいわ。じゃあこのでっかい子猫、これ群馬県産だそうですね。いただきます。柔らか、柔らか。こんなに柔らかいこんにゃくって初めて食べるかもしれない。美味しいわこれ。はい。でかい。はい。ありがとうございます。はい、どうも。結構大きく飲み比べをもらえるんですね。こちら緑川でございますね。結構銀条項がありますね。結構入りは辛口で、後味でちょっと甘さがふっと残る感じですね。もちろん刺身に合う感じでございます。これは間違いないね。こちら八海山、かなり有名なお酒ですのでね、好きな方も多いのではないでしょうか。こちらは香りはそんなに吟醸香というか、まあ普通の日本酒の香りって感じ。結構旨味がありますね。旨味とちょっとフローラルな香りがするように思います。結構女性が好きな味わいですね。美味しいです。当然刺身も相性抜群ですね。で、奥にあるのが影虎でございます。飲んでいきましょう。香り結構ドライというか、でも意外とフルーティーな感じがします。第一印象水で、後からなんか
鼻の奥に銀条光が漂う感じ。結構鼻の奥に来ますね。結構香りが入った後の香りが強いので結構刺激に感じるかもしれないんですけど、そこがこのお酒の魅力かもしれないですね。なんか病みつきになりそう。まあ毎回言ってるんですけど、私は日本酒詳しくないのでただの個人の感想でございます。そこをご了承ください。はい、了解です。それにしても結構これ結構な飯テロですね。編集中の金パミ君は大丈夫かな。じゃあいただきます。牛鍋でございます。やっぱ当時うまいですね。おいしい、おいしい。いやーもう最高っすね。酒にも合います。このスープで結構体が温まりますね。この時期に助かります。磯辺揚げ、はい、と甘長唐辛子、あの辛くない唐辛子の天ぷらですね、うん、で下がかぼちゃでございます、うん、でそのものは、宮城なんですが、はい、生牡蠣の生牡蠣、はい、おおすごいでかいですね。そうですね、ちょっとお願いします。はい、じゃあこちらまずはいただきます。しっかりと美味しいですね。この塩も舐めながらやると美味しい。やっぱ天ぷらはね、日本の心ですよ。じゃあ、おばまきかな。あ、そう、うまいですね。結構、湯気出てるの分かります。めっちゃうまいですよ。甘唐辛子の天ぷらですね。いただきます。うん、やっぱ野菜の天ぷらって天才だと思うんですよね。うまいの天才か。そしてかぼちゃの天ぷらですね。
まあまあさすがに美味しいでしょ。ほらね、美味しい。はい、お願いします。こちらお下げして、はい、ゆかりのご飯でございます。はい。あ、いいですね。かおさのりのお吸い物でございます。いいですね。自家製のお漬物でございます。あ、美味しそう。一番左側、特製の塩らっきょうでございます。あ、らっきょうですね。はい。お召し上がりください。はい。どうも。皆さんは、牡蠣の一番美味しい食べ方なんだと思いますか？牡蠣の一番美味しく感じられる食べ方です。それはですね、一気に食べることです。うーん、まっ、うん、うますぎて臭いもんね。じゃあ大葉ご飯ですね。大葉とゆかりのご飯。やっぱね、日本人は米です。うん、美味しい。やっぱ結構和牛鍋と天ぷらとって結構口の中が油ディッシュしてきたので、これで中和していきましょうね。うん、さっぱり美味しい。やっぱり旅館ご飯ってやっぱりこうトータルで相性を考えて作られてるんだよね。本当に劇場型というか素晴らしいですね。お吸い物も飲んでいきましょうね。やっぱり日本人はね、全員お吸い物を飲むべきです。本当に美味しい。しかもこの最後に飲むあっさりしたお吸い物がもう最高なんですね。本当に美味しい。味が強い日本酒なんじゃ。いっぱい召し上がっていただいて。スーパーのがいっぱいですね。お腹に入りそうですかデザート。あ、もう全然、もう楽しみにしてたぐらいで。よかったです、ありがとうございます。あ、もうお茶最高ですね、はい、ちょうどお茶飲みたかったんですよ。今日は玄米茶なんですが、玄米茶最高ですね、はい、湯飲みがとても熱いですのでお気をつけください。はい、了解です。はい、今日はデザートは自家製のレアチーズケーキと、うん、ジャムも自家製でご用意してます。梅ジャムのご用意です。水菓子は梨のご用意でございます。はい、ではレアチーズケーキですね。自家製だそうです。なんかお菓子作りに凝ってるんですかね。いただきます。ふわふわで結構柑橘系の、レモンかな、効いてますね。すごいうまい、うまい、めちゃくちゃうまい。味のバランスがすごくいいです。お茶はね、美味しいです。お茶は日本の心です。水菓子としてね、フルーツもいただいてますね。うん、なんか果実そのままで余計なこと知らないんでしょうね。甘すぎもなくちょうどいい味で美味しいです。ごちそうさまでした。大変美味しかったです。こうお食事処の窓際では、こちらに猫ちゃんランタンがあるんですね。かわいいですね。で、外にはいろいろあるわけでございます。私しか映ってないな。
さてお食事も終わりましてですね、ただ結構お酒飲んだんで、こうやってお部屋のお水を飲んでちょっと冷ましましょうね。せっかく無料でいただいてるんですから活用していきましょう。で、冷めてきたらね、また貸し切り温泉に入っていきましょう。さて、お酒も冷めてきたのでね、あれから1、2時間経ったんで、さすがに冷めてきたということで、貸し切り温泉にね、再び入っていきたいと思います。今回はね、両方とも空いてるんで、まあ、適当に右の方に入っていきましょうかね。いいっすね、ここに脱衣場がかなりいい感じですね。ドライヤーや化粧品までございまして、そしてやはり気になるのはこの中身。いやー、いいっすね、この源泉かけ流しの浴槽でございます。いやー、もうこのために生きてますからね。温泉に入るために日々仕事していると言っても過言ではございません。はい、せっかくですんでね、この無料のビールと無料のクッキーをいただきたいと思います。パソコンでもやりながらね、いろいろと楽しみたいと思います。じゃあいただきます。あー、うめえ、無料のビールうめえ、やば、悪魔的ですわ。はい、お次はこのクッキーですね。このクッキーも無料でそこの部屋に置いてあったんで食べましょう。うん、うん、甘すぎず、なんかお酒に合いますね結構。うん、美味しいな。やばい、サービスが最高すぎる。はい、今度はこちらの日本酒でございます。なんとこちらも無料で飲めてしまうので、やばいですね。どんだけサービスが充実してるんだって話ですね。日本酒無料サービスって初めてですよ、マジで。やばいですね。いただきます。あ、いい、これ結構吟醸香がするかな。あ、飲みやすいですね。第一印象水で、後から日本酒の味がしてきます。うん、よしよしよし、ナイス。このお菓子が冷蔵庫に入っててですね、これをね食べることができます。うん、うん、甘くて美味しい。いちじくの和菓子ですね。さらにね、冷蔵庫にあった金麦まで飲んじゃいますよ。ちなみにここまで本当に無料ですからね。お風呂から出た後の部屋の中での晩酌全部無料ですから、ね、やばくないですか。無料でここまで飲めるんですよ。
えげつないっすよ、サービスの質が。もう最高。いただきます。あー、マジで楽しい、最高。はい、じゃあ酒を飲みまくって、眠いんでそうそう寝ます。おやすみなさい。おはようございます。今の記録は8時17分です。今日はね、朝食を食べて越後湯沢に向かおうかと思います。よろしくお願いします。無料のオレンジジュースです。危険な朝食です。でも今日の部屋マジで広、これ一人で使うなんてちょっと贅沢すぎませんか。景色もしっかり見えます。では昆布茶のご用意でございます。体温めてください。はい、湯豆腐の火を失礼させていただきます。はい、先ほどご案内いただいた通り、こちらが湯豆腐ですね。アルコールの固形の燃料で温めるそうです。でこちら自家製のジャムとヨーグルト、そしてジュースですね。でこちら昆布茶、体を温めるやつですね。で卵に煮物、そしてこれはなんだ、ちょっと後で確認しますけど、なんかこんにゃくかな。でこれはおしんこですね。これはご飯用のお茶碗かな。そしてお水いっぱい飲めます。まずは昆布茶いただきます。ちょっとかき回しましょうか。ああ、いい出汁だ。早速こちらいただきます。これ刺身こんにゃくだと思うんだよな。うんうん、おいしい。
ちょっと配管がよろしければ、はい、蓋厚いので気をつけていただいて、はい、一度開けさせていただきます。じゃあ豆腐かな、うん、ごま豆腐かな、これうまい。味噌汁も冷めないうちにいただきます。味噌汁がうまいですね。赤味噌かな、これ。赤だし系。卵焼き食べましょう。卵焼きはね、うまいっす。しっかり作られてます。炊きたてのご飯がマジでうめえ。煮物もね、しっかり食べていきましょう。やっぱうまいっすね。こちらです。魚はメバルの塩焼きと油揚げを醤油で焼いたものと、はい、明太子焼きでございます。はい。それと食後のお飲み物なんですが、コーヒーか紅茶か牛乳がございます。こちら紅茶お願いします。紅茶ですね、はい、はい。湯豆腐もね、こうやってグズグズ立ってますのでね。食べていきましょう。うー、美味しそう。うまいっすね、やっぱ熱いもんってうまいっすよね。残っちゃっただけで。ではこの焼き魚いただこうと思います。そのままいっちゃいましょうか。うん、皮がパリッとしてて美味しいですね。うん、もちろんご飯にも合います。油揚げもしっかりと焼かれてて美味しそうです、うん、うまい。こちら明太子ですね。いただきましょう、うん、明太子ってめちゃくちゃ味がいいですね。自家製のジュースも飲みましょう。いいっすね、このいい感じの。はい、こちらデザートですね。朝食からデザートついてるのすごいな。うまっ、充実さがすごい。
ごちそうさまでした。はい、では入ってなかった方の浴槽にも入っていきましょう。こちらは川風の湯です。ヒノキの湯なのかな。いやー、めちゃくちゃいいですね。入っていきましょう。ふわいっすね。最高です。今ラウンジで待っているところです。で、一級のダイヤモンド会員の特典としてですね、適宜なんか焼き菓子がついてくるのかと思ったら日本酒をもらえたんですね。すごいですね。ただね、日本酒がもらえるなんて結構サービスのスケールがでかいというか素晴らしいですね。これもありがたくお家でいただきましょう。でね、ポイントカードをね今日いただいたんですけど、お立ち寄りカードということで、5万円ごとに1ポイントが貯まるということで、今回5万円以上使ったんで1ポイントいただきましたと。で、2ポイントで2000円、4ポイントで5000円、7ポイントで1万円の割引があるんですけど、5万円で1ポイントなんでなかなか結構ハードルが高いですね、このカードは。貯まった人結構お金持ちというか、よっぽど気に入った感じですね。まあ、本当にいい宿だったんですけど、やっぱり遠いのと、やはりちょっと毎回5万円かけるのはなかなかハードルが高いので、まあ、そのうちまたこちらに立ち寄ることにしたいと思います。